はい、カレーですよのハピーです。毎度どうも。非常事態です。大変なことになりました。僕が今使っている iPhone は iPhone5 です。ライトニングケーブルというケーブルに切り替わりましたよね。 iPhone5 でこれ撮ってるんだけど、撮ってる場合じゃないんだよ。バッテリーないんだもん。ね、大変です。仕事先にですね、ライトニングケーブル、命より大事な、今1本しか持ってないライトニングケーブルを忘れてきてしまったんです。あー、どうしようとかね、言ってましたけど、実は大丈夫なんですね、僕の場合はね。他の人は知りませんよ。知りません。僕は大丈夫なんです。僕とかね、瀬戸さんも大丈夫でしょ。あと誰持ってたかな。何を持っているか。なんで笑ってられるのか。バッテリーがないのに、ケーブルがないのに。じゃじゃん。はい、これですね。アップルの純正です。ライトニングトゥーマイクロ USB アダプターです。ライトニングのプラグですね、ここね。押す部分で、こっち側がね、メス部分なんですけど、ここですね、マイクロ USB のコネクタになっております。ということはですね、ここにマイクロ USB をこうやってつないであげると、マイクロ USB の普通のケーブルが、ですね、 iPhone5 用の、もしくは新型 iPod Touch とか、一連の新型のライトニングを使っている、iOS 製品の、充電ができてしまうという、素晴らしいものがあるんです。日本では売ってません。瀬戸さんもレビューしてたかな、これ確かね。これでもうね、iPhone 大丈夫になっちゃうんで、ちょっと使ってみましょう。開けちゃおうね。あ、出てきた。あ、出てきた。出てきた。じゃーん、これ。これ。ほら。人差し指。超小さいんですよ、これ。これがマイクロ USB ですね。ちっちゃいな、これ。なくしそうだな、これ。これ。小さいよね、これね。すごい小さい。USB ケーブルこんなに大きいんだよ。これはスマートだわ。うん。このプラグいいわ。うん。むしろ USB ケーブルがこっち側になってくれればいいぐらいの。でですよ。ケーブルですよ。ケーブルどこだ?こういうやつね。マイクロ USB はご存知のこの形ですね。これがですね、このライトニングの、アダプター。おわー!これがこうやって、はい。こういう感じですね。よいしょ。お、結構力がいる。オーケー!これだ!ほら、こういうことですよ。ね、USB、ライトニングになっちゃいました。ケーブル、これ助かるな、ちょっとな、これ助かるな。ということで、こうですね、こういうことですよ。インなわけです。カチッと。はい。で、今撮ってますよね、これね。うん。つけちゃうわけです。ということでですね、無事に何事もなく充電ができております。ああ、よかった。もう忘れるもんじゃないけれどさ、やっぱりそういう時もあるんだよね。フォロー用に皆さんも一本、ライトニングケーブルは買っといた方がいいと思います。うん。何があるかわからないですから。そんなにね、簡単には安くならないと思いますよ。うん。チップの解析とかやってますけれど、いろいろ、ね、わざわざアップルがそういうふうにコントロールしてるわけですから、純正品を使うのがベストだと僕は思っております。で、これですけど。で、これですけれど。で、これですけれど。これね、日本じゃ売ってないんですよ。すいません。この間あったアートオークでですね、ブラックマーケットがありましてですね、そこで、川村坊さん、八兵衛坊さん、買っちゃったんですけど、彼から。ヨーロッパの、基準がありまして、携帯電話なんですけれど、統一規格ということで、マイクロ USB の、ケーブルが充電用に使えないといけないというですね、決まり事ができまして、で、ヨーロッパで売られる iPhone5 に、つきましては、このオプションがあるから OK でしょというような認可を Apple が取ったらしいんですね。利権関係のいろいろな部分も、大きいとは思いますが、あとはもう一つ大事な Apple の美学みたいなものですね。これだったらば両側表裏ひっくり返してもつなげるというユニバーサル性、そういうものをアップルが取ったんじゃないかと僕は思っておりますけど、ということで今日ご紹介したのは小さくてよく見えないと思うんですけど、アップルの、ヨーロッパ製のもので、ライトニングトゥーマイクロ USB アダプターでした。超便利、これ本当に。はじめさん、ありがとうございます。本当に助かった。絶対なくすよね、こんなちっちゃいのね。絶対なくさないようにする。うん、する。